どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はね、あの天才のデッキをね、あの教えてもらったんで、これちょっと動画でご紹介していきたいなと思います。あのツイッターにね、あの限界点さんっていう方いらっしゃるんですけども、あの天さんがあのツイッターで投稿してて、あのさ、俺昔さ、あの作ったさ、なんかあのエクゾディアをなんか墓地送って、高等儀式で、であのクインテッド出すっていうなんかクソみたいなデッキあったじゃんあの上位互換、あれの上位互換が今あのできたんですよ。それ何かっていうと、こう確かになって思ったんだけど、これ今回儀式モンスターでディサイシブのネクロスっていうモンスターがあの追加されたんですよね、リンクスに。これレベル10なんですよ。で今まで魔法使い族通常モンスターってレベル1がほぼいなくて、そのエクゾディアしかいなくて、でレベル2だったらめっちゃいるっていう状況あったんですよね。だからレベルが高い儀式モンスターをが追加されれば、高等儀式でめっちゃ墓地送れるっていう、あのそういう現象があったんですけども、これ今回10が追加されてるんで、なんとですね、高等儀式を打ちますと魔法使い族モンスターの通常モンスターが墓地に一気に5枚送れます。5枚ですよ、魔法使いが5枚。そうなんですよ、マジカライズフュージョンでこれ出るんですよ。これ天才だよね。やっぱこの高等儀式クインテッドはマジ天才ギミックなんだけども、これをあの要はこいつでやりやすくなったんですよ。今まで25枚とかしなきゃいけなかったし、あのじいちゃんのカードとか使ってね、けどねこれがあるから10で、この要はこいつら墓地を食っちゃえば結構簡単に出るっていうのと、あと、まあ、引いちゃっても儀式の使い手でコズミックして戻せばいいっていう、デッキに引いちゃったらでデッキから送ればいいっていう行動儀式でね、これ素晴らしいですね。でワンキルはあのカイトロイドを使って防いで、あの相手のワンキルね、でライフ調整しながら儀式の使い手使って持ってくると。でね、ディサイシブのネクロスが隠された効果があって、これ強いんですよ。まあもちろんディサイシブはこう手札から捨てると打点線アップできるっていう、まあアレイサーみたいな儀式モンスターのね、アレイサーみたいな効果持ってるんだけども、これね丸、2番、相手のフィールドにセットされたカード1枚を対象にしてそれを破壊するし除外すると。だからこのディサイシブのネクロスで罠を踏みに行けるんですよ。例えばデモンズチェーンとかそこらし落とし穴とか、ああいうカードをこのネクロスで踏みに行ける。踏みに行くと何が起きるかっていうと、もうめんどくせえから残ってないから、クインテッドのぶっ破効果通るんですよ。だからほぼワンキル。これね、なんとですね、テンさんこれで KC カップファーストステージを結構早めの段階で突破したらしいです強いんだよこれ。使ってみたんだけど結構強いこのデッキ。というわけで皆さんも早速ね使ってみていただければと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、エルカイザーリオカ、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエルでーす。カードを、あ、でもこれヘルカイザーやから、これ伏せないエンドだ。ヘルカイザーはね、コズミック伏せるのマジでプレミなんで、ここ先行で。そうするとあのコズミックで抜かれて、あのプロトサイバー出されるんで、これマジプレミなんですよ。だからヘルカイザーが相手でこっちが先行だって何もできないっていうパターンはもう伏せないが正解です、基本的に。カードを、あー、これ強い。でも強い。やばい、なんかそれは終わるかもしれない。それは終わる可能性がある。ちょマジで、でもこれ意外とサイバーロードフュージョンでさ融合できない説、フィーアないから、これフィーア出ないから融合できないパターン、危ない。でも、ね、これ何も伏せないと、なんだかんだフィーアあったらこれ終わるんだよな。フィーアあったら終わるっていう、それあっ、いやでもカイトロイドある、カイトロイドがある、大丈夫、カイトロイドがある、大丈夫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 、いける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 、バトル OK で、それは 400 は別にいいんだ、400は甘んじて受けよう、400甘んじて受けよう。でそれも1100、2200受けていいんじゃないかな、これ2200受けてよくて、でサイバーロードフュージョンで出てきたサイバーツインの2回を止めればいいんでしょ、これ。だからここで使っちゃうとマジ意味わかんないことになるから、でこれ出てこないやつか、出てこないやつね、オッケー。まずはコズミックサイクロンの効果発動、コズミックサイクロンの効果によって相手のセットカード1枚を
選択肢このゲームから除外させていただこう。いや、あ、小泉さんの、まあまあまあ、でってことはあれがなんだ、フローか、あれはなんだ、儀式魔法を持ってくるぞ。俺は儀式魔法持ってくるぞ。そして高等儀式術を発動。高等儀式の効果によって俺は手札のディサイシブのネクロスをデッキから魔法使い族モンスターいっぱい墓地に送って儀式召喚するぜ。いきまーす。現れよディサイシブのネクロス。そしてディサイシブのネクロスの効果、隠された作業効果、セットカードを1枚破壊できる。これでバックを踏みに行ける。狡猾、オッケー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 、全然オッケー、全然いい全然いい。そして手札入れるマジックカード、マジカライズフュージョン発動。これは墓地に存在する魔法使い族たちの魂を埋葬し、さあお前が今まで重ねてきたお前の罪を数えろ、クインテッドマジシャン融合召喚。ペンさん、このデッキ強いっす。さあお相手の方、ビースターターちょっと怖いな。これでも魂のエンドだ。魂1000はもらおう。1000、あのね、自分からもらいに行けるっても強いよねこれ。カイドロイドがあると、あー BF、 ヘビースターター BF 来た、強い、あめっちゃ強い、ハンド、どんだけ強い。ちょっとあれやな、あのブラックバドクローっていう最強のカードが、まあどんぐらいちょっと入ってるかによるデッキに。ヘビースターター BF、 まあ一応スロットありますもんね。コスミックサイクロンか、まあんー、まあ狡猾、狡猾は入んないか、狡猾入んないから、あれや、ブラックバドクローズが入るわ。ブラックバドクローズか多分コスミックサイクロンか、その辺はあると読もうで、はいはい、いいよ、全然 OK、 もうサーチはいい、もう好きにして、好きにして。カイトロイドあれったら多分ギリ死なないから俺、1回受けて2回耐える。カイトロイドがあれば多分知らないで、7シンクロいいよ、7シンクロ、ホークショー OK、 ホークショー OK、 ホークショー OK、 ホークショー強いで、はあ、ハルマッタン、ハルマッタン来た、ハルマッタン効果で9になって、ああ出たこれ、あれだ、鬼丸だ、岩作の鬼丸、なんかね、これね、岩作って言われるらしいよ。なんか巷ではそのこのお庭の作り方、まあ、そんなに強くないから、なんか贋作のお庭って、あ、そのパターン来た、そういうパターン、そういうパターンはこれど、これはこうだ、ね、こうしてで、それはこう OK、 あとは俺様はもうこれでコンボパーツが揃ったから、あとはここで俺様がコズミックサイクロンを引いて、あのセットカードをなんとか除外をすればいいってことでしょ、除外すればいいってことでしょ。コスミックサイクロン、あ、来ない、クソザコイモンスター来た、儀式の使い手発動。俺はブークーちゃんをデッキに戻し、デッキより儀式魔法を手札に加えるぜ。 OK で高等儀式技術を発動。コスミックサイクロンだ、あれ多分あれコスミックや。魔法使い族モンスターの魂を全て墓地に送ってディサイシブのネクロスを儀式召喚。さあここでブラックバードクローズがあるかどうかって話になってくるが、ブラックバードクローズをここに出したい。そしてディサイシブのネクロスの効果発動、セットカードを破壊させていただこう。あ、清掃か、なるほど、清掃か、清掃やった、清掃やった。で下がっていくのは全く問題はない。そしてマジカライズフュージョンの効果発動。俺は墓地に存在する魔法使い族、悲しき魔法使い族たちの魂をこのゲームから除外し、現れよ、全てを無に着せ、クインテッドマジシャン、クインテッドマジシャンの効果、相手のフィールドのカードを全部破壊する。鬼丸は効果では破壊されないが、こいつを攻撃強で消化し、ここはバトルフェイス、いけ、うわー、解答パンチ。お前誰やねん、お前誰やねん、お前誰やねん、ワンキル。さあお相手の方、ふん、いいだろ、海馬社長、相手にとって不足はない、いきまーす。
私のデッキは最強です。これでちょっと防御力がないんで、ちょっとあのワンキルだけ勘弁。剣士オッケー、剣士全く問題ない、剣士全く問題がない、いいだろう。おいいのかブルーアイズ。でもほんと2体目やめて、ちょ2体出るとかそういうマジで神みたいな展開やめて、神展開やめてくれ。全く問題ないな。でそこをなんかインガとかそっち系の1枚しかない、1枚しかない、いける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 。ディサイシブ出せばいける。ディサイシブ出してあのカード踏みに行くんだよ。ディサイシブ出してあのカードを踏みに行けばいける。よっけ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 。でスキル発動、儀式の使い手、どうせあれインガかなんかでしょ。だからこうしてモンスターカードを一応持ってきて、でこれで打点も超える。で高等技術発動、高等技術の効果によって、あーええマジックジャマーなんでえマジックジャマーなんで。いやそこはサンプレとかそっち系だろ。マジックジャマーなんで、えなんでなんでそういうことすんの、どうしてどうして。高等儀式持ってきてなかったいやそれは読めんよ。なんでマジックジャマー、どういうこと。ちょさ儀式でってさ、魔法止めんのマジ犯罪すぎるからさ、いやそれマジ犯罪、やっちゃいけない。そんなことは、そんなことしてはいけない。